DH でも余裕なのに、大谷翔平は、毎年 MVP を取る、米予言、二刀流復活で、独断上へ。ドジャースの大谷翔平投手は、今季54本塁打、130打点でリーグ2冠に輝いたほか、前人未到の、54本塁打 &59 盗塁54、54-59をマークするなど、異次元の活躍で、地区優勝に貢献した。米紙、 ニューヨーク、ポストのジョン、ヘイマン記者は、ヤンキースのアーロン、ジャッジガイア氏と共に、今期のリーグ MVP 争いは、決着がついたと論記をしている。同氏は、アーロン、ジャッジと翔平、大谷が余裕で MVP、とするヘイマン氏の記事を掲載。数週間前には、興味深さもあった MVP 争いは、球界の二人のベストな選手によって、決着がついた。 ジャッジは2度目の MVP を取るだろうし、翔平は3度目になる。今回は1球も投げていないにも関かかわらずにだ、と主張した。58本塁打、144打点で2冠王に輝いたジャッジについては、ウォーオプス、長打率、出塁率などで大差でリードしていることに言及している。ジャッジは今季、オプス1.159、長打率0.701。 出塁率点458をマーク。米野球データサイト、ベースボール、リファレンス算出の5は10.8で1位だ。主要な打撃指標でメジャー全体で最も顕著な数値を残し、打者としての完成度の高さを見せた。大谷については、な、リーグ所属球団のあるコーチがまた投球を始める時点で、彼は毎年 MVP を取ると予測したという。 リハビリを経て投資に復帰する来期以降も、大谷の独壇場となるであろうことを紹介している。本来の姿である二刀流を来期再開し、また度肝を抜く活躍をする大谷の姿を思い描いているのだろう。